皆さん、今回はですね、今人気沸騰中のブランドアマズフィットのスマートウォッチを徹底比較して、今買うべき製品はどれなのか徹底解説していきたいというふうに思います。ということで、今大躍進を遂げているアマズフィット、日本国内のスマートウォッチシェア率もなんとですね、今やアップルとガーミンに次ぐ第3位まで来てると。で、私もこのチャンネル開設当初からですね、アマズフィットを追いかけております。もうかれこれ3年くらいになりますね。で、ほぼ全ての製品レビューしてきておりますけれども、特にここ1年くらいの成長っぷりっていうのは本当に目覚ましいものがあるなというふうにですね、肌で感じております。なので今回はアマズフィットの全製品約30個の中から俺が今ですねおすすめしたい製品5つに絞って解説していきます。で、それぞれの製品の特徴ですとか、違いですね、あと、どんな人にどの製品がおすすめなのかね、そこら辺詳しく解説していきたいというふうに思います。はい。で、実際にもう絞った製品はこんな感じになっております。ドン。もう30分の5なのでどれも本当におすすめなんですが、まあそれぞれいい感じにですね、価格帯がバラバラなので比較しやすいかなというふうに思います。じゃあまずは一番価格が安いものから解説していきましょう。それこちらでございます。ドン。アマズフィットネオでございます。これ知らない人も結構いるんじゃないかなというふうに思います。こちらですね、私レビューしたのは2020年ですね。ですからもう約3年前になるんですけれども、未だにおすすめですし、ちょいちょいですねアマゾンのタイムセールとかでも紹介しております。で、この製品の特徴っていうのはもうね、この見た目からもう想像できるというふうに思いますけれども、レトロなデジタル時計スタイルのスマートウォッチでございます。なかなか珍しいですよね。はい。まあ、時計とかね、好きな方はもう、これ見てもうパッとね、思いつくとは思いますけれども、カシオのチプカシ風の、まあ、スマートウォッチと。で、こういったデジタル時計風のスマートウォッチってね、後にも先にも、この製品だけです。そういった意味で唯一無二のスマートウォッチになっております。で、スペック簡単に解説しておきますと、画面サイズ 1.2 インチの STN モノクロディスプレイになっております。なかなか珍しいですよね。このタイプのモノクロディスプレイ、いわゆるまあ昔のね、ゲームボーイとか、ご存知の方いるかな？ちょっと10代の人とかは知らないと思いますけれども、昔あったね、小型のゲーム機ですね、ゲームボーイとか、ゲームボーイアドバンスとか、そういった、ゲームに採用されていた、白黒のね、こういうディスプレイになってると。で、ちょっとこれ申し訳ないんですけど、充電器なくしてしまって、電源ついた感じお見せすることできないんですけど、本当にデジタル時計みたいな感じで、常時点灯です。うん、基本常時点灯。で、スマートウォッチ外観のサイズ感も非常にコンパクトで、本当にスマートウォッチとは思えないぐらいの軽量さがあります。重さ約 32g と。で、物理ボタンがですね、左右に2つずつ、計4つついております、ここね。で、中身の機能としては、心拍測定、睡眠分析、歩数のカウント、あとメッセージの通知関連ですね。あとアラーム、ストップウォッチと、あとワークアウトモードが3つですね。ランニング、ウォーキング、サイクリングと。で、このね、中身の機能が非常にまあ今のスマートウォッチと比べると限られてしまっているというところが、まあ一番他の製品と比較した時に若干まあ劣ってしまっている部分というところでございますね。ストレスモニタリングとか、あとコロナ対策用のですね、SPO2 の測定とか、あとはストレスモニタリングとかね、まあ、ここら辺まあ2023年のスマートウォッチだともう当たり前に搭載されている機能なんですが、そういったものがないというところがやっぱりこの価格4000円というところと、デジタル時計風のまあスマートウォッチというところのまあダウンサイズですね、欠点というところにはなってきますけども、まあ、逆にね、この機能が限られてるからこその魅力っていうのがね、このスマートウォッチにあると思うんですよね。これ情報過多な時代にあえてちょっとね、シンプルなものを使ってみるというのも一つね、魅力になってくるんじゃないかなというふうに、まあ個人的に今思いますね。で、まあその反面ですね、非常にまあ優れてるポイントっていうのはこのバッテリー持ちなんですよね。はい。バッテリー容量 160mAh にもかかわらず、さすが機能が非常に制限されていますので、標準仕様で28日間、1ヶ月持ちます。いや、今のこの時代に、2023年のこの時代にバッテリー持ち標準仕様で、高消費ですけれども、28日間持つっていうのは、なかなかないですね。そこがやっぱり大きな魅力になっておりますので、私みたいにですね、めんどくさがりはもうできるだけ充電したくないよという人にとっては非常におすすめの製品になっていると。じゃあそしたら次2つ目行きましょうか。アマズフィットバンド7でございます。はい。これはもう言わずもがなというか、もうね、先日私もレビュー動画投稿したばかりですんで、知ってる人も多いんじゃないでしょうか。非常におすすめでございます。はい。1万円
以下の、まあ、低価格なスマートウォッチ探してるという人にはもうこれ一択ですね。今ね、お値段定価で7980円なんですが、今まあ Amazon とか、あとは公式オンラインショップとか楽天とかね、どこも大体まあ1000円オフクーポンがありまして、実質まあ6980円と。はい。で、このスマートウォッチの特徴はですね、格安約7000円なのに、スペックはですね、ハイエンドクラスのですね、高コスパ製品と。で、スペック確認していきますと、画面サイズ 1.47 インチのアモレットディスプレイになっておりまして、解像度 282ppi ということになっておりまして、重さ 28g ということで、非常に軽いと。で、スマートバンド本体の材質はポリカーボネートになっておりまして、バンドはですね、TPU と。で、肝心なのは中身の機能ですよね。ここがね、非常に豊富でございます。はい。当然、心拍数とか、血中酸素濃度ですね。コロナ対策用の測定項目。これもまあ24時間連続計測することできますし、もうワークアウトモードも120種類搭載されておりますんで、まあどのスポーツやる人にもまあ困らない。そういったワークアウトモードになってまして、ストレスモニタリングもこうやって、まああったりとかします。で、非常にまあ魅力的なのはこのカレンダー機能というものですね。あのスマホのカレンダーみたいな感じで、今日の日付とか来月とか再来月とかこう確認することができるだけではなく、スマホの Google カレンダーと同期しておくと、このスマートウォッチでも、予定をですね確認することができちゃうっていう、まあ、非常に便利な機能になっております。ここがやっぱり他のブランドの製品と比べて、優れているところですね。まあ、このカレンダー機能は Xiaomi の製品にはありますけど、 Oppo とかあと Huawei とかにはないので、かなり魅力的なポイントになっております。で、プラス、はい、なぜね、これ、価格7000円なのにハイエンドクラスのスペックというかと言いますと、これなんですよね。現状約30種類以上の、アプリケーションをですね、まあ、スマホみたいな感じで、このスマートバンドの中にインストールすることができるという感じでございます。すごいでしょ。こういったことができるものって、今までは Google Wear OS というですね、Google 社が開発した OS を採用しているスマート自でないとできなかったんですよ。まあ、あとは Apple Watch とかね、一部ファーウェイのハイエンドクラスのそれこそ3万円とか4万円とかぐらいする製品にしか使えなかった機能が、なんとこの7000円というですね、驚異的な価格設定のスマートウォッチでできるようになってしまったということでございます。まあさすがにね、 Wear OS のスマートウォッチと比べると若干ね、まあ、30種類って数が限られてるんですけど、全然使い勝手のいいですねアプリもたくさんあります。例えばこれですね、ナビゲーションアプリというものでございます。それこそ Google Wear OS に採用されてるアプリですね、これね。うん、あのスマホの、Google マップのナビゲーションの機能をこっちのスマートバンドの方に転送して、次いつ曲がるのかとか、そういうナビゲーションを確認できちゃうっていうですね、非常に便利な機能になっております。あとさらに大きな特徴っていうのはこれですね、 Amazon Alexa ですね。はい、 Amazon の、音声アシスタントが、このスマートバンドに内蔵されておりますんで、今日の天気を確認したりとかね、こう音声で話しかけて、確認することができるということでございます。非常に便利ですよね。はい、まあ、これからね解説していきますけれども、こういったまあハイエンドの製品ですね、うん、とか、まあ、ミドルレンジの製品とかにも当然、まあ、Amazon Alexa っていうのは採用されてるんですけど、この7000円という値段で採用されてるっていうところが非常に、魅力的なポイントになっておりますね。で、あともう一つですね、非常に細かいところではあるんですけれども、心拍測定のアルゴリズムとかも、非常にコストパフォーマンスの高いですね、お得なスペックになっているということでございます。はい、Amazfit が独自で開発した光学心拍センサーバイオトラッカーというものの 3.0 を採用しております。今現状ですね、一番最上位の、世代っていうのは 4.0 なんですが、その下ね、第3世代のものを採用しているということでございます。で、ちなみに、この次に紹介しますけれども、Amazfit GTS4 mini ですね、定価で 16,800 円する製品、これも同じバイオトラッカー 3.0ゼロですからね。本当に細かいところ言うと、スマートウォッチの、心拍測定とか、あと血中酸素とかね、の精度っていうのは、必ずしもこの光学心拍センサーというか、まあ、中身のセンサーだけではなくて、そのセンサーの光を照射するための LED の数とか、あとフォトダイオードと呼ばれるものの数によってもまた変わってくるんで、細かいところ言うと、まあ若干ね、当然こっちの GTS4 mini の方が、フォトダイオードの数とかが多かったりとかするんで、精度は若干こっちの高いんですけれども、センサーだけ見ると、まあ、同じものが採用されているというですね、このお得感が、まあ、非常に魅力的なところになっていると。で、あと、もう一つ、非常に魅力的なポイントっていうのは、このバッテリー持ちでございます。バッテリー持ち交渉値で、18日間です。標準仕様でね。で、実際に、実仕様でも、
まあ、10日、9日から10日間ぐらい持つというところで、他のブランドのスマートバンドですね、特にシャオミの製品とかファーウェイの製品とかよりも、まあ、若干バッテリー持ちいいというところが、非常に魅力的なポイントになっております。はい。で、最後。この製品どんな人におすすめかと言いますと、スマートウォッチ初めての人とかには非常にうってつけですよね。価格も7000円ということで非常にお手頃でございます。にもかかわらず、機能は盛りだくさん。できないことはほとんどないです。まあね、3万円とか4万円とかね、ぐらい、それハイエンドの製品と比べればね、当然できることっていうのは若干限られてはいますけれども、そこまで別に高いスペック求めてないっていう人には本当に十分すぎるぐらいの、機能になってると。そしたら次、3つ目。見ていきましょう。こちら Amazfit GTS4 mini でございます。はい、こちらの製品も、まあ、非常に完成度の高い、製品になっております。定価 16,800 円なんですが、今ですね最安ですと、Amazfit の楽天公式オンラインストアで、13,440 円という金額で購入することができます。かなりお買い得ですよね。で、こちらの製品特徴はと言いますと、楽天ランキング1位を複数回獲得したことのあるですね、バカ売れスマートウォッチになっております。おそらく、Amazfit 製品の中で、今一番売れてる製品になるんじゃないかなと。で、製品それ自体の特徴はと言いますと、こちらもう見てもらってわかるように、超ミニサイズ。軽量で、男性だけではなくて女性とか、あと学生さんにもおすすめの、スマートウォッチになっております。このまあ四角いね、スクエア型のスマートウォッチで、ここまで、ミニサイズの製品っていうのはなかなかないですね。私もまあ年間で100個ぐらいスマートウォッチレビューしてきますけど、現状ここまで、コンパクトな、こういう四角いスマートウォッチってこれしか俺知らないですね。なので、こう手首が小さい方ですね。まあ男性でもいいですけど、あと特に女性の方とか、あとは学生さんとかね、中学生とか高校生とかには結構嬉しい、スマートウォッチになってます。ちなみに俺がつけるとこんな感じ。ほら、俺は身長190センチの体重は76キロぐらい、ね、結構まあ大柄というか、まあそんなに、まあ、太ってはないけど結構体としては大きい方なんで、俺がつけるとこんな感じ。結構小さめにはなりますよね。で、スペックはと言いますと、画面サイズ 1.65 インチですね。非常に大画面でございます。はい、画面占有率めちゃくちゃ高いです。で、アモレットディスプレイですね。で、解像度も高くて 309ppi でございます。で、本体サイズはアルミ合金になっております。こうトップのところね、上半分のところアルミ合金、このアルミ合金使っていて、重さなんと 31.2g ということで非常に軽量なのがもうお分かりいただけるんじゃないかなと。で、中身の機能はと言いますと、これもまあなかなかスペック高くてですね、この小柄な、外観設計にもかかわらず、GPS 内蔵しておりまして、5サテライトシステムでございます。アメリカの GPS、ロシアのグロナス、EU のガリレオ、中国のベイド、そして日本の SS 測位システム、導きが入っておりますので、超高精度に、ワークアウトのルートトラッキングを行うこともできますと。で、まあ、その他の機能は、心拍測定を行うこともできて、血中酸素でストレスモニタリングとかもできます。ここら辺同じですね。で、Amazfit Band 7、先ほど紹介したものと同様ですね、アプリケーションをインストールすることできます。だから、まあ、中身の機能としては、この先ほど紹介したね、7000円の Amazfit Band 7とほとんど変わらないですね。ほとんど変わらない、まあ、GPS のあるなしぐらいかな。で、プラス注意ポイントとしては、今回のこちらの製品ですね、音楽保存と通話機能はついておりません。だ、ここがちょっとね、残念なポイントなんですよね。まあ、これくらいの、まあ、1万円台半ばぐらいの製品って、今本当にね、いい製品たくさんあって、これくらいの値段だと、大体まあ、音楽保存機能っていうのと、あと通話機能がですね、ついているものがあるんですよ。非常にコストパフォーマンスの高い製品で、特にファーウェイの製品ね。なので、ちょっと中身の機能としては物足りないという感じなんで、今回のまあ動画の趣旨とはまあ、若干違いますけれども、音楽保存とか通話機能欲しいっていう人は今回のこの製品ではなくて、まあ、ファーウェイのファーウェイウォッチフィット2をおすすめなんですが、先ほども言ったように、このスマートウォッチの大きな魅力っていうのはこのサイズ感なんですよね。それこそファーウェイのウォッチフィット2とかはね、もっと大きいから、なかなか女性とかはね、手首の小さい人はつけにくかったりとか合わなかったりとかするっていうことがあるんで、そういう人に非常におすすめと。で、次4つ目こちらでございます。ドン、アマズフィット T-REX2 でございます。
はい。これもなかなかまた尖っていてね、他の製品と違いがあって面白い製品ですよね。でこちらの製品特徴はと言いますと、アマズフィットが、ほぼ毎年繰り出しているアウトドアに特化したスマートウォッチの、まあ、第3世代。2022年モデルという感じでございます。古くはですね、Amazfit T-Rex というものに始まり、T-Rex Pro、そして今回の T-Rex 2と、ちなみに私すべて持ってますね。で、大きな特徴はこれですね、さすがアウトドアスマートウォッチという名にふさわしい。この耐久性でございます。アメリカの国防総省が制定している軍事規格、ミル規格の 810G というものを取得しております。ですので、約15種類のですね、耐久性テストをクリアしているということでございます。この耐熱性70度までいきますよとか、あとは耐衝撃性。こういう厳しい耐久試験を突破しているスマートウォッチになっているというところが非常に魅力的なポイントになっておりますんで、まあなんかこう山登りするとか、あとはね、何かこうキャンプするとか、あとスキーに行くとか、そういうまあ天候に激しく左右されるような、スポットで活動する人には非常にうってつけのスマートウォッチになっておりますと。で、あとまあ大きな魅力っていうのは、まあ、ワークアウトにも非常に特化しているというところでございます。最近のスマートウォッチでもなかなかまだ採用されていないですね。筋トレモードっていうものがあったりとかします。この筋トレをやった時に、どのね、筋肉を自分がワークアウトトレーニングしたのかっていうのを、このスマートウォッチが自動で認識して分析してくれたりとかするっていうですね、非常に高度な、機能が採用されていたりとか、あとは防水規格も非常に優れていますね。10ATM ですね。うん、約100メーターの、水圧に耐えることができるという感じになっております。なかなかこの 10ATM まで、突破しているスマートウォッチで、ないので結構魅力的なポイントになっております。まあでも 10ATM までいるかっていう話なんですけどね。ただちょっと気になるポイントはお値段なんですよね。結構お高めでございます。はい、今現状ですね、日本の通販サイトですと32,700 円ということで約 33,000 円するというところ。ちょっとまあこういったまあアウトドアスマートウォッチってまあ他にもね結構あるんですよ。他のブランドとかね、あとはこういったまあアウトドアウォッチではないんだけれどもミル規格取ってるとかっていうスマートウォッチって結構まあ意外と他にもあるんで、そういったまあ他の製品と比較した時にまあコストパフォーマンス的にですね優位性は若干下がってしまうというところで、まあ個人的にはそんなにまあおすすめ度としては今回のこの5つの中で言うと結構低めかな、一番低めかなっていう感じではありますね。はい、そしたら最後5つ目こちらの製品でございます。ドン、アマズフィット GTR4 でございますね。これが一番やっぱり俺的にはおすすめ度としては高いかな。今一番おすすめしたい製品です。当然まあ今紹介しているこのアマズフィットの製品5つの中でもそうですけど、現状やっぱりね、まあ、ハイエンド製品で、どれおすすめですかって言われたら、もうこれ一択ですね。Amazfit GTR4。全スマートウォッチの中でね、うん、これが一番おすすめでございます。ということでございます。で、このスマートウォッチの特徴はと言いますと、このお値段、29,700 円ということで、3万円切ってる値段にもかかわらず、超便利で他にはないですね。革新的な機能盛りだくさん。で、すべての機能がハイクラスな神コスパスマートウォッチと。はい。で、スペック確認していきますと、画面サイズ 1.43 インチのアモレットディスプレイになっておりまして、解像度 326ppi。 まあここら辺、まあここら辺のディスプレイのサイズ感とか解像度はまあ他のね、ブランドのまあこういう丸型の製品とまあ同様なんですが、まずこのディスプレイに関して他の製品とまあ特筆してね、素晴らしいポイントっていうのはこれなんですよね。業界初アンチグレアベゼルというものを採用しております。このディスプレイの際のところをこうメモリ振ってあるの分かりますかね。このメモリのところ、まあ、見やすいようにですね、アンチグレア、まあよくモニターとかでノングレアとかって言って反射しないような加工を施されているものありますよね。それと同じものが加工によって施されているということでございます。今までこういったスマートウォッチございませんでした。業界初という感じになっていて、非常に面白い。で、中身の機能ですね、ここがやっぱり他の製品と比べて圧倒的にね優れているポイントでございますね。まあ今まで紹介してきた4つの製品
と比較してもそうですし、他のブランドのハイエンドの製品と比べても圧倒的にやばいところでございます。それ何かと言いますと、まず一つ目は業界最強のナビゲーションということでございまして、スマート地業界初デュアルバンド円辺波 GPS アンテナというものを採用しております。これはですね、航空機とか自動車の分野で採用されているものと全く同じものを使っているということでございまして、トップクラスのハンディ GPS デバイスと同じ 99% のトラッキング精度を誇っているということでございます。ここがやっぱりすごいところね。でプラスこれも業界初ですね、6つの衛星測位システムを採用しております。今までは5サテライト、まあ、5つの衛星測位システムっていうのが、まあ一番多かったんですが、今回なんとそれにプラス1ということで6つも測位システムが採用されていると。最強クラスのトラッキング精度を誇ってますよと。で加えて心拍測定、あとは血中酸素濃度の測定レベルも、まあ、アマーズフィット製品の中で一番ですね、最上位の精度を誇っております。バイオトラッカー 4.0 というものを採用しておりまして、非常に高精度になっているということでございます。はい、まあ、ただこれ、まあ、ちょっと今回の動画の趣旨からは若干外れてしまうんですが、アマーズフィットの製品の中では、まあ、一番精度高いですけれども、やっぱりファーウェイの製品とか、あとシャオミの製品と比べると、まあ、若干まあ劣るかなっていう感じはね、正直なところありますね。特にファーウェイの製品とか、あとアップルウォッチと比べると、まあ、若干やっぱ劣るかなっていう感じでございますね。アップルウォッチの最新の8だっけは俺まだちょっとレビューしないんであれですけど、まあ、それでもやっぱ7と比べてもやっぱりちょっと劣るかなっていうところ、まあ、ここら辺がね、まあ、どう劣るかっていうところでございます。で加えて、はい、何よりもすごいのがこれなんですよね。はい、こちら会員カード機能という最強機能が採用されております。これ今までのスマートウォッチではございませんでした。うん、業界初と言ってもいいですね。いろんな、まあ、メンバーズカードですね。例えばこれ、コンタクトのアイシティとか、ヨドバシカメラとか、松本清とか、あとは、ポンタカードとか、あとは T カードとか、いろいろ、あの、メンバーズカードとかってあるじゃないですか。そのメンバーズカードの QR コードとか、あとこのバーコードをですね、スマホのカメラを介して読み取ることによって、このスマホのね、対応アプリケーション、スマートウォッチの対応アプリケーション、ゼップヘルスっていうところとか、あとこっちのスマートウォッチ本体にこうやって保存することができるということになっているわけでございます。これが驚異的なんですね。ですから、まあ、今までだったらどっか行った時に、あの、いちいちのメンバーズカードとか、探して、店員さんにこう出していたっていうのが、このね、スマートウォッチの中に最大10件まで保存することができますから、保存しておくことによって、こうやって、はい、お願いしますって瞬時にこうね、出すことができると。で加えて LINE の返信とかもできます。これが非常に驚異的なところでございますね。まあ、最近ファーウェイの製品とかだと、まあ、できるものもありますけれども、やっぱりシャオミの製品とか、あと OPPO とかね、製品はできないです。うん、その他やっぱり Google Wear OS とか、やっぱりこう3万円とかこれくらいの金額、もしくはそれ以上出さないとできないスマートウォッチが多いので、ここら辺結構やっぱり非常に魅力的なポイントでございます。でプラスやっぱり他のね、今まで紹介してきた Amazfit の製品同様、ミニアプリがですね、約まあ100種類ですね、このスマートウォッチに関してはハイエンドの製品ということで非常に多いです。100種類以上ある中で自分が好きなものをですね、選択してこうインストールすることができると。あとプラスさらにですね、素晴らしいポイントっていうのは、先ほど紹介したこの Amazfit T-Rex2 同様ですね、筋トレモードというものが採用されておりますので、筋トレやる人には非常に嬉しいですね。ワークアウトモードも入ってますよというスペックで、お値段は3万円切ってるということですね。29,700円で購入できるという非常に優れたコストパフォーマンスを誇っているスマートウォッチになっております。はい、非常におすすめでございます。ということで、じゃあ最後、まあおさらいということで、まあ個人的なランキングもつけてですね、最終的にまあ一番どれがおすすめで、一番どれがおすすめじゃないのか、そこら辺もまあ簡単にまあおさらいして、終わりにしていきたいと思います。ランキングつけるとこんな感じかな。左から第1位ですね。第1位、アマーズフィット GT-R4 ですね。29,700円。スペック最強クラスです。他のブランドの製品と比べても今一番おすすめしたいハイエンド製品ですね。で、次がこちら。アマーズフィットバンド7ですね。7000円という驚愕の金額で、スペックはもうハイエンドクラスでね。非常にコストパフォーマンスが高いです。で、次こちら。GTS4 ミニですね。13,000円ということで、魅力はとにかくこのサイズ感、小さいサイズ感なんで、まあ、女性の方とか学生の方とかね、手首の小さい、まあ、小柄な方、ね、男性でも女性でもいいですけど、におすすめの製品ということになっています。で、次こちら、はい、Amazfit Neo ですね。でも3年ぐらい前の製品になりますけど、個人的にめちゃくちゃ気に入っております。お値段なんと4000円ね。できることは非常に限られてますけど、このチップカシ風のこのレトロな、スマートウォッチ
チ非常におすすめでございます。で次最後こちら TREX2 ね、ちょっとお値段高いんでおすすめ度としては下がりますけれども、耐久性はこの5つの中でトップクラスでございます。軍事規格取ってるんでもうぶん投げても大丈夫らしいっていうね、ものになっております。お値段 33,000 ちょっとお高めですよと。ということで今回こんな感じになります。それぞれのスマートウォッチのレビュー動画と Amazon のリンク貼っておきますんで、気になる方ちょっとチェックしてみてください。ということで今回はこんな感じになります。ぜひね、参考になったと思いましたら皆さん高評価お願いいたします。あとチャンネル登録もぜひともよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。